皆さんこんばんは。2月5日土曜日21時半となりました。皆様1週間お疲れ様でした。仕事の疲れや学校の疲れを今夜あなたの枕元、あなたの机の前でお供させていただきます。元男の子の前でございます。はい、まあ私の声を聞いて1週間の疲れを癒してまた明日ゆっくり休んでください。まだ仕事が終わってないんです、まだ宿題が終わってないんですっていう方はこの時間だけ少し休憩、これが終わってから始めてもいいし、また明日ゆっくりじっくりやるのもいいと思います。ということで、はい、今回も始まってまいります。土曜の夜はあなたにとっていい夜をということで、2月入ったね、やっと入ったね2月。まあ今収録日実は2月2日の今夜19時なんですけど、正直にまあお休みいただいてました。あ、すいませんでした。なんかちょっとね、心の整理をしたくて少し時間をいただいておりました。まあいろいろ別れがあったり、自分にとってまあショッキングな出来事がまあまあね度重なりまして、ちょっとメンタルブレイク状態、今日の朝まで本当に気分が落ちてた感じで、でまあ本当はまだ復帰早いかなとか思ったんだけど、なんか何もしてない時間もなんかちょっと嫌だなって思ったから、まあ、今日の夜からまあゆらじ取って、それを土曜日にあげてからとうとう復帰しようっていう風になんか決めちゃったので、自分の中でそれを決めないとまたモヤモヤするかなって思ったので、はい、現在2月2日水曜日に撮っております。マジでね、今日の朝もう体が重くてもう何もやる気が起きないみたいな感じで、あ、コメントとかもね休み中返せなかったです。そもそものその SNS を開くだとか、自分のアナリティクスを確認するだとか、コメントを確認するっていうのが自分にとってのちょっとした刺激になってたので、ちょっとそういったところをまあできなかったので申し訳なかったです。はい、まあでもきちんと私は帰ってきましたよ。はい、待ってて、大丈夫かな、これ上げてる時にめっちゃ登録者入ってたらめっちゃ嫌なんだけど、でもねこう持続的に結構、再生数が伸びてて、まあ安心して休むことができたかなっていうような感じです。はい、ということで見てください、このちょっとディレクターさん、この顔使っちゃダメって言ったじゃないですか、もうこれでしょ、もうニキビなんですよ、このほっぺた、右頬にあるのこれニキビなの、ディレクターさんやめてくださいよって今はね、一人コントは置いといて、はい、あまりの疲れでちょっとニキビができてしまいましたね。はい、あとまあ腹痛でぶっ倒れた画像はまあどっか今度貼っときます。はいもうこれがサムネになって、これがメイン画像になるんだから、もうディレクターさんも恥ずかしいからやめてくださいよって、もう一人なんですけど、はい、すいません。ということでこちらのサムネタイトル通り、この間はね初彼のお話をしましたけど、その次にできた元彼のお話をしたいと思います。ちょっと特殊な恋愛になったのでお話を聞いてください。彼と出会ったのは2020年の1月だったかな、私は、あるボランティア LGBT のボランティア団体に入ってまして、でその LGBT 成人式というものをこう開いたんですね、イベントで。でそのイベントのスピーチ代表として私がこう壇上に上がって、まあ、スピーチをするという仕事をさせていただいたことがあります。まあね、そういうなんだろう、 LGBT の支援団体、ボランティア団体で、まあ、結構いろんな方とね、おっとまずい、忘れてました。はい、はい、すいません、これはしとかないとねまずいんですよ。はい、
ということで、まあ、すいませんね途中で、まあそこでね、私がやっぱりそういうところって当事者の方がいっぱい来るわけですよ。で、私のスピーチを聞きに来た方がいらっしゃるんですよ。で、その中の、 FTM の子が、 FTM の子じゃない、 FTM の男性の方がいらっしゃいました。うん、結構私のタイプな男性でして、あ、まあ、かっこいいなとか思ってて、うん、で、まあその日は緊張しながらもこうなんか聞きに来てくれてる人に、人の中にめちゃめちゃタイプな人がいるんですけどって、まあ周りの人には言ってて、でその周りの人からは、まゆちゃんチャンスだよ、もうスピーチ終わったらもう連絡先交換しないわみたいな感じで言われてて、うわやってみようかなとか思って、マジでありだなとか思って、まあ自分のいいところを見せた上で自分からアタックするっていうのは結構成功の確率上がるんじゃねとか思って、でも私スピーチしました。私そのスピーチ終わった時にもう思い出して、いろいろなんかもう思い出して号泣しちゃったんですね。はい、もう超泣いて超泣いて、裏でね、スピーチ終わって、で急いで裏に隠れて大泣きみたいな、そんな感じだったんですよ。まあ年かなって思いますよね、涙もろくなるのも。でですね、OK ですね、はい。でですね、とうとうファーストアタックの時ですよ。まあなんとそのね男性の方は、こっち側、こっち側っていうか、まあそのイベント主催側の手伝いをやってくれてる方でして、でまあ同じ境遇としてね、同じトランスジェンダーという境遇としてちょっと話しかけたついでに連絡先ゲットしちゃおうみたいな感じで思ってたんですよ。でまあ私が終わって、まあ一応こう落ち着いた、涙落ち着いたっていうところで涙目になりながらその男性のところに行って、あ、聞いてくれてありがとうございましたって言ったら、いや俺もめちゃめちゃ感動しました、本当すごい素晴らしいスピーチでしたとか言われて、あ、ありがとうございますみたいな感じで、あのもしよかったらなんですけど連絡先交換しませんみたいな、まあその前にもいろいろあのやり取りはあったんだけど、あのそのやり取りは省いて、まあいろいろ話が弾んで大変だったんですねみたいな、めちゃめちゃ大変で、まあこういうことはありますよね、こういうことありますよねって、めちゃめちゃそう結構意気投合した上で、そうだあの連絡先交換しときませんかって言って、で連絡先交換したんですよ。はいね、それからはやっぱり私ってそのなんだろう、私の恋心っていうのはその冷ましたくないんですよ、そのホットな愛を、何言ってんだっていうのは、その好きな人とかの LINE とかメッセージとかを私溜めちゃう人なの。なんでかっていうと話題が尽きるのが怖いから。おっとすいません、縦画面になってしまいました。話題が尽きるのが怖くて、その、まあ、LINE 来るじゃん、まあ急な誘いじゃなければ溜めちゃうんだよ。急な誘いとかは明日とか空いてますかとか、今空いてますかとかは今返事しないといけないじゃん。だけどその何とか好きっすかみたいなやつは私溜めちゃう派なんですよ。挨拶とかね、今日ありがとうございましたとか、あの私結構溜めちゃう人で、好きな人の前だと興味がない人は返信めちゃ早いんですけどなんだろう、あの LINE が入る、まあ、LINE の通知来る、私が気になる人、好きな人、信頼する人だったらめちゃめちゃ、まあめちゃめちゃでもないな、半日ぐらい、半日から1日ぐらい未読のまま寝かせて、で返信して、でそっからはだんだんと
スパンを短くしていく、話が切れるまでその、即既読つけてみたいな。で、皆さんこれ聞いてる中に、私めちゃめちゃ返信来るの早いけど私何とも思われてないのかなって思う方は、そんなことないですよ、全然。まえちゃんに未読スルーされてる、よかったって思っていただければいいなって思いますね。会話の途中、その会話の途中とかはめちゃめちゃ既読、すぐ既読つけて返信とかはするんで、そこ勘違い しないでくださいね。私の連絡先知ってる方は、はい。ちょっと開けてからのおはようとか、ちょっと開けてからの今何してるとか、一回既読をつけて返信したこと、返信したそのワンターンっていうんですかね、その一つのタイミングに関しては、しばらくこうすぐ既読つけて返信して、すぐ既読つけて返信してっていうのを、やり取りして、でまた、なんだろう、また明日みたいな感じになって、でまた向こうからメッセージが来たら、それを貯めてしまうっていうことだけなので、はい、即既読つけるから一概に私は何とも思われてないって思ってがっかりしないでくださいね。はい、ということで、そんな感じで LINE だけのやり取りが結構続いてまして、でなんか住んでるところがね、めちゃめちゃ近かったの、徒歩10分ぐらいのところにいたわけ。えとか思って、運命じゃんとか思って。で、結構 LINE から、さらに会うようになりまして、向こうが車出してくれて、近いわけなので、で、その展望台見に行ったりだとか、カフェに行ったりだとか、ごめん、ちょっと今日ホルモン注射行きたいから、そのついでにデートしようみたいな、申し訳ないんだけど、そんな感じで二人で会ったりとかはしてて、でついにその相手方の男性の方のお家に呼ばれることがありまして、お家に上がらせていただいたんですよ。そしたら手料理を振る舞ってくれて、うわ美味しい美味しいとか言って、でちょっとお酒も入りながらで、でそしたらなんかちょっとかしこまったような感じで、なんかちょっと思い出すと照れるの、なんかかしこまった感じで、ちょっと俺の悩み聞いてくれませんかみたいな感じで、で私のそのスピーチを聞いて感銘を受けて、私のことが気になって、メールでやり取りして会うようになって、で現在に至るわけですよ。なんで私と同じ境遇なわけですね。同じ境遇ということで、私は私なりにその全く反対のセクシャリティではあるけども、その私は私なりにこう自分の生き方をこう話し合ったりとかして、でその時になんかすごい私の言葉で泣いてくれて、自分はまだ進んでないみたいなこと言ってたんですよ。そのホルモン注射も受け入れてないし、つい最近この間胸オペしたみたいな、胸オペっていうのは乳房 FTM の方が乳房をね、切除する手術のことなんですけど、はい、そんな感じで、その方の悩みを聞いて、でアドバイスというか、励ましというかをしてて、で、帰るかなみたいな、そろそろ帰ろうかな、もう明日も仕事だしこんな時間だからみたいな感じになって、でうちまで送ってくれて、でその玄関先で、すいません最後にハグしたいんだけどとか言われて、
あ、いいよって言って、そこで初めてその方と、まあ、スキンシップを取ったんですよ。すごい今日話、今日の話めちゃめちゃ良かった、俺の話聞いてくれてありがとう、すごく話すと落ち着いたとか言ってくれてで抱きついて、私もあ、このまま終わらなければいいなと思ったの。この時間がこのまま終わらなければいいの、ベタベタだけどね、ベタな話だけど、この時間がこのまま終わらなければいいなとか思って、で、まあ、ちょっともうギュって抱きしめてるのから、ちょっとこう自分たちの間に空間ができる瞬間があって、その時に、まあね、身長は確か同じくらいだったかな、同じくらいで顔と顔がまあ見合ってすいません、でベタなんですけど、まあ、そこでチュー、キスの方をしまして、まあ私の方から聞きに来てくれた時から、すごいこの人好きだなって思ってましたって言って、あ、ありがとうみたいな感じで、でまずは向こうからは何もなしに、俺もですとかはなしに帰ってったの、チューまでしといて。で私はもう本当嬉しくなって、その次の日もう職場で春が来ました春が来ましたってめちゃめちゃ言って、あ、マジか、やったのか、やってねえよとか思ってまあそういうね、セクハラおじさんのいるあの職場でもあったんですけど、まあ楽しかった職場でもあるんですけど、まあはい、まあね、その日はそんな感じで終わって、で、まあその人の仕事はなんかこう放課後デイサービスみたいな仕事をされてて、でその仕事がかえ、その仕事でこう、まあその人とのお家が近いっていうのもあって、その人はその帰宅の帰宅の途中でうちに泊まって夜ちょっとだけ会ってくれるみたいなことを結構してくれて、そのね、短い時間でも超幸せだったんだよね。短い時間でもこうハグしたり、ありがとうみたいな、また来てくれたんだ、ありがとう、今日はどうだったみたいな話をしたり、で最後はチューで別れるみたいな、そういう流れがめちゃめちゃ幸せで、毎日、仕事終わりで、まあお互い休みの日の、まあ、丸一日、まあ、その日デートして家に帰ってきて、で来客用の駐車場に停めて、で今度は私がちょっと手料理振る舞うって言って、私が料理振る舞って、でその日初めてなんかね、その向こうの方からちょっと改めてお話があるんだけどいいっすかみたいなこと言われて、え、マジでこんな早くに別れ話とか思ってこんな早くに、私たち付き合って間もない、こんな早くに別れ話かとか思ってドキドキしながら、何って言ったら、いや俺から言ってないなって思って、好きです、付き合ってくださいって言われて、うわよかったとか思って、何いきなりそんな思わせぶり、マジでもう本当に心臓が悪いって思ったら、私マジで泣き出しちゃって超怖かったから、だけどその一個前の恋愛のトラウマがあるわけですよ。っていうのは、まあ、私のスピーチを聞いて私に感銘を受けて好きになってくれたっていうことは、私が病んでしまった時、私がメンヘラになってしまった時、私が苦しいって言ってる時、この人はそんな私をまた素敵じゃなくなったって言って私の元から去っていくんじゃないかななんて思ったんですよ。そしたらまたちょっと怖くなって、多分その怖さもあってか泣いてしまったんだと思うんですけど、
で、まあ、過去の恋愛のそういった話をその元彼に言いまして、そしたら俺とそんなやつ一緒にしないでくれって言われて、俺とそんなやつ一緒にしないでください、俺はどんなことがあってもまゆさんをなんかこうまゆさんのすべてを綺麗なところだけではなく全てを好きになると決めたのでみたいなこと言って、こういうの男らしいよねとか思って、めちゃめちゃ男らしい好きってなってあ、今のあの何スクリーンビデオ、ビデオ録画で何回もリピートして聞いていいですよ、いきますよ、好き、はい、はい、皆さん録画できましたでしょうか、録音できましたでしょうか私から好きと言われる主観をお楽しみくださいはい、まあね、うん、でまあお互い家を行き来するような関係性になりまして、ということはもちろん次の日が休みの、お互いね、お互い次の日が休みだっていう時に、まあ、もちろんその仕事終わりにどっちかのうちに行くわけですよ、うん、どっちかの、まあ私、まあ私が行く方が多かったかな、私がその人の家にその行って、てかまあ車で迎え来てくれて、でまあその日一日っていうかその日一晩泊まって、で一日休みを過ごして、でまた次の日仕事みたいな、そういう感じだったんだよね、うん、でその方なんかこう過去にうつ経験されてたりだとか、パニック発作経験されてたりだとか、あと不眠症もお持ちで、で眠れないみたいな、いつも夜眠れないんだよねみたいな感じで、うん、いいよいいよ寝れなかったらなんかもう私と話してようよみたいな感じで、で、まあ、夜も更けた頃、あの時はね、まあ、晩酌みたいな感じでその元彼とね結構やってたんで、そういう次の日が休みっていう日は、うん、まあね、こうスキンシップも多くなってくるわけですよ。またそういう話になってまいります。皆さんイヤホン推奨してください。イヤホンで聞くことを推奨します。何言ってんだ私、イヤホン推奨してくださいって、はい、皆さん今笑うポイントですよ、はい、すいません、はい、皆さんイヤホンしました？こっから気をつけてくださいね、はい、ということで、まあ、お酒も飲んでちょっと部屋暗くしよっか、眠たくなるようにって言って部屋を暗くして、で2人も隣同士くっついてるわけですよ。で目と目が合う、鼻と鼻が近くなる、口と口が重なるわけですよ、はい、でそのまま、その彼の方から、まあ、私のももの上にこう覆いかぶさるようにこう乗っかって、私はまるで猫のようにこう顔をよしよしされたり、首元を撫でられたりみたいな感じで、でまあその手がだんだんと体にいってみたいなでその手がだんだん体にいって、乳房を伝ってみたいな感じ、うん、でちょっとなんかこんな感じになっちゃったねみたいな感じで、雰囲気的にこうなっちゃったねみたいな感じで、そうだねみたいな、寝る前だからシャワー浴びていいって言って、その方のシャワー借りて、でその方もシャワー浴びて、お互い綺麗な状態になって、でちょっとさっきはちょっとリビングだったから、まあこたつの中だったんですけど、さっきはちょっとあのベッドの方に行こうということになりまして、ベッドの方に行って、でまあそういう、まあ、夜の営みじゃない、夜の営みですね、まあ、夜の営みをこうスローにじっくりと始めていったわけですよ、うん、
で、まあ、相手の方は FTM の男性の方なので、そのまあね、こう陰茎はついてないわけですよ。はい、男性器はついてないわけなので、でも私はそれでいいんですよ。別に好きな人と一緒にスキンシップができてるっていうことを、私は別にもう言い方悪いけど穴に入れなくても気持ちいいんですよそうだから私は別にそれを望んでるわけじゃないし、そう男性器を望んでるわけじゃないし、愛があれば男性誰で男性誰でもいいって言うとあれだけど、性自認が男性ならそのトランス男性でも全然いいんですよ。私の性自認は私の恋愛対象は男性なので、そうなので、まあ夜を共にどうやってしたかっていうと、まあなんだろう、こうお互い触り合ったりだとか、うん、お互い触り合ったり、あとお互いの足を互い違いに重ねて、お互いのももで擦るみたいな、や、はい、まあ、そんな感じですはい、まあ、そんな感じで、でこう何、まあね、お互いまあその行きましてうるせえうるせえ、はい、まあお互い行きまして、でまあね、あの一夜を共にしたわけですね。はい、でだんだんこっから雲行きが怪しくなってまいります。はい、ですね、その方も仕事がまあ結構忙しくなりまして、まあ、私はまあ普段通りな仕事でそんなに忙しさとかなかったんだけど、まあその方はね、その自分は男性であるっていう自信をね、その私という存在によって自信を高められて、男性として再出発みたいな感じの時に私と出会ったわけですよ。だから男性としての楽しみ、なんかこう楽しさとかはまだちょっとだんだんまだ分かってきてなかった、だんだん分かってきたぐらいの時だったんですね。はい、でもうこの最低最悪のウイルスがね流行ったじゃないですか、コロナウイルスで、お互い会えなくなってしまったんですよ。はい、そのお互い人と関わる職業だからちょっと会うのやめとこうみたいな感じになって、そしたらだんだん LINE がねおぼすとかになってきたんですね。その彼からの LINE が毎晩来てたのが3日に1回になって、この時間に返信してくれてたのが返信してくれなくなって、で私のただの一人喋りみたいなトーク画面がね、私のただの一人喋り状態になって、えとか思って、である日そのまあ LINE、 結構私からの LINE を結構貯めて、私がお風呂入ってる時に LINE 電話が来て、出てたらめちゃめちゃ酔っ払ってんの、めちゃめちゃ酔っ払ってて、あーなんか LINE 返してなくてごめんね、今ね俺友達と飲んでさ、で明日言いたいことあるからちょっとごめんねとか言って、あ全然大丈夫、でもちょっと寂しかったよみたいなこと言って、で電話切れて、えまあ仕事忙しくなったのはわかる、で LINE が全然返ってこなくなったのはわかる、でも今日友達と飲んでたってことは LINE を返すタイミングがあったはずって思ったの。そうで、まあモヤモヤしながらその日寝まして、で起きたらシラフのその人から電話がかかってきて、ちょっとお話があるんですけど別れてくださいって言われて、急にえっと思って、仕事が楽しくなってきたんです、キャリアを優先したいんですみたいな、
仕事、まあ、コロナで仕事をしなくちゃいけない、でもその仕事がどんどん楽しくなってキャリアを優先したくて彼女とか今考えられない、彼女とかいらないっていうふうに思って私を切り離したいっていうような彼からの、まあ、意見というか要望だったんですね、はい、まあ、一方的な。でもその人ちょっとずるかったのが、自分から振ったことにはしないみたいな、なんかこう、まあ、それってじゃあどういうこと、私たち別れるってことって聞いたら、いや俺はちょっとよまだ分かんないんだよ、分かんないんだよね、まゆさんのことが好きかどうか俺分かんないんだよね今みたいなこと言うの、うん、じゃあこの関係はどういうことなのって聞いたら、あのそれは自分で判断してくれみたいな、だから自分からは振らない、自分からは振らないけど、その私から別れ話を言ったらそこで別れるみたいな、なんかそこ めめしくねとか思って、何それと思って、めっちゃめめしいじゃんとか思って、そこなんかそういうところやっぱり本当 FTM って言うけど、やっぱりなんかそこら辺ちょっと女っぽいなって最後の最後で思って、で私はもうその日は電話切って泣きじゃくって、で1週間連絡しなかったんですよ。でもこのままうだうだなんかずっと続いていくのが、なんかちょっと気まずい雰囲気が続いていくのが嫌だったんで、その1週間後私はこう、その1週間後その方から電話来て、で私はちょっと不機嫌気味にもしもしみたいな感じで言って、あの全然連絡できてなくてすみませんとか言って、ああ全然大丈夫だけどみたいな私怖いねちょっとね、うん、まあでもそんな感じで、でも私はここでその人を怒って傷つけて、その人がやっと手に入れたその自分らしく生きるっていう、男性として生きるっていうのをやめてほしくなかったんだよね。私は送り出すべきだと思ったの。だって私のスピーチを聞いて共感してくれて頑張ろうって思えた人だから、私は応援する義務があると思って、その方に対して、いやこれで怒って別れるのは良くない、私からきちんと、私はこの人の足かせなんだから、私はこの人ときちんと糸を切って私が送り出してあげないといけないんだっていうふうに思ったんですよ。でちょっと聞いてくれるって言って、その男性の彼にちょっと聞いてくれるって言って、あなたは私と出会って男性としての楽しさ、自分は男性なんだという自信、男性としての確信をあなたは持ったんだよねって言って、だから男性として社会に出たことで自分の中で可能性が広がったんだよね、そこには私はいらないと考えたんでしょ、今まで失った時間分あなたは今頑張りたいと思ってる、そこに私は必要ないっていうことだと思うんだよ、だから私は怒んない、私はあなたを応援し続ける、だけど私たちは別れる、遠くから見守ってるよみたいな感じで、あなたは過去を失ったから今挽回しようとして頑張って男性として生きる、そういうことを決意して頑張ってる、そこに私は邪魔しない、私というね、その足かせ足手まといを、まあ彼女なんだけど、もっと楽しむべき、私以外の人ともっと楽しむべき、だってあなたがそうしたいって思うんだもの、だって私より友達との飲み会を優先してたんだものみたいなことを言って、頑張ってって言って送り出して、電話を切ってまた私大泣きっていう、はい、まあ、2人目の1個前の元彼はそんな感じですね、はい、うん、幸せだったけどね、だけど今思えば、まあ、結構まあ何ヶ月か付き合いまして、今思えばね、その休みの日にその
ね、実家遊びに来ない、雪がすごいんだよとか言ったけど断られたりしたんだよ。まあなんか未来のことを、未来のビジョンを考えてたのは、あ、私だけだったんだなみたいな、その人はなんかちょっとモヤモヤしたまま私と付き合ってたのかもしれないなって後から思うばかりでございます。はい、ということで2人目の元彼のね話はこれで終わりになります。長くなってしまいましたね。はい、ということでアイキャッチ挟みます。土曜の夜はあなたにとっていい夜を。はい、2月5日土曜、2月5日土曜日の夜はあなたにとっていい夜をということで後半やってまいりました。はい、ということで後半はコメント返信の方をやらせていただきます。ファンネーム伊藤さんからのコメントです。元彼の話良かったですよ。恋愛はしないよりした方がいいです。本当ですか、まあ、本日も動画ありがとうございます。おやすみなさいね。長らくちょっと1週間ほど休みさせていただきました。誠に申し訳ございませんでした。ありがとう、待っててくれて。はい、ファンネーム小谷様、今日の話を聞けて良かったです。ちなみに想像して興奮しました。どこで興奮したんだろう、私には分からない。それから名前をありがとう。コメント紹介の時なぜか自分の時は変態っぽく聞こえてしまう。それね、自分だけだと思うんだよね。人から聞いたらねそうでもないと思うから、安心してください。ファンネーム和武さん、風邪ひいてませんか。なんとか大丈夫です。怖い病気も多いので体には気をつけてください。気をつけます、ありがとうございます。はい、続きましてスサノオミコトさん、まゆさん私の名前とコメント読んでくださってありがとうございます。もうこちらこそコメントいつもありがとうございます。とても嬉しかったです。よかったです。失神はしませんでしたのでご安心ください。まゆさんがチャットに現れなかったのは寂しかったけど楽しめましたよ。これからも無理しない程度にほどほど頑張ってくださいね。ありがとうございますね。前回のマヨラジ、私今回のマヨラジはね多分同席してると思います。はい、ファンネーム千代丸さんからのコメントです。初体験、初彼氏がすごく大切にまゆちゃんは使ってくれてるの、こっちまで嬉しくなりました。ありがとうございます。でも綺麗なとこしか見てくれなかったのが残念だな。人は笑う時もあれば泣いたり沈んでしまうこともある。ネガティブな思考、体調の時支えてほしかったな。本当だよね、女の子なんだから優しくしてほしいよね。そういうところ難しいことだと思うけど、キラキラしてない時もそばにいてくれる人に巡り会いたい。まず自分がそうなれたらいいなと思いました。大変な1週間よく頑張ったね。まゆらじまた来週も楽しみにしてます。今回はドキドキして寝なかったよ。寝れなかったよね、ごめんね。はい、ということでまあなんだろう、1週間いろいろありまして、まあ、またね詳しい話はメイン動画の方でさせていただきたいと思うんですけど、まあいろいろありましてお休みいただいておりました。まあやっとこさこういう風に復帰できたのはね、皆さんが待ってくれたおかげでもあるし、やっぱり何せまた再会しようと思えたのはみんなこう私のファンがいてくれるって思ってたからなので、はい、私は皆さんを大切にこれからも活動頑張っていきたいと思います。はい、ということで皆様もね1週間お疲れ様でした。あ、そうだ、まゆらじではその最初前半のトークテーマを募集してます。トークテーマ特にないようでしたら、私がまあ1週間あったことをこう近況を話すような動画にしたいと思います。まあ元のコンセプトはね、そういった日記的なちょっとゆるい近況動画みたいなの、まあ近況ラジオか、ラジオ的なものをコンセプトにしてたので、まあそこら辺はまあいいかなって思うんだけど、もしこういうトークテーマで話してほしいっていうのがありましたら、どしどし送ってきてください。コメント欄にどうぞ。ということで皆さん1週間大変お疲れ様でした。またまだ明日1日あるのでね、明日もまたゆっくりね、寝れない方はもうどんどん私のね再生リストマヨラジから私とお話ししてるような感覚、私が枕元に立ってお話ししてるような感覚で聞き続けていただいて、
もしそれればそれで寝れればラッキーみたいな、めっちゃ噛んだもしそれで寝れればラッキーみたいな感じで思いながらね、布団の中に入って、体重を床に、体重をシーツに任せ、布団のぬくもりを感じ、呼吸を深くして、自分はふわふわの真っ白な汚れのない世界に落ちてく。重力に逆らうことなく、ゆっくりゆっくり自分はまぶたを閉じ眠りに落ちてく。そんなようなね感じで皆さんが眠れればなっていうふうに思います。まあ作業の方もね、今だけはちょっと休むだとか、まあ聞きながら作業できる方はね、耳で聞きながら宿題やったり掃除したりやっていただけたらなっていうふうに思っております。はい、ということで、寝ちゃった人いるかな、ゆっくり寝てください。ということで、2月5日金曜2月5日土曜日、あなたにとっていい夜を、終わりになります。おやすみなさい。